日本武道館では岸谷五郎、寺脇康文が主催するライブが開催されました。今回は感謝をテーマにたくさんのアーティストが参加しました。じゃあエンディングいきましょうか、はい、みんな入ってきていただいてありがとうございます。スクープの皆様ありがとうございます。ゆきさんありがとうございます。よつかちゃんありがとう。みんなありがとう。さあそれではいきましょうか。はい、
エンディングになりました。最後この曲でお別れです、はい、どうぞこのザ・バラエティのオリジナルの曲です。一人じゃないから。皆さん本当にありがとうございました、はい楽しかったですね。ありがとうございます、ありがとうございました、2010年のアクターゲンストエイズ、はいまたできました。そうですね、ジュワッチが終わりました。それはジュワッチとウルトラマンのジュワッチがかかっています。その通りです、本当にあの皆さんと一緒にですね、はい、我々大人のこれはもう任務であり、もうやらなければならないことです。子供たちの笑顔を取り戻すために、はいまたできる限り我々も頑張ります、はい、また皆さんにもあのぜひ参加していただいて、子供たちの笑顔を取り戻してもらいたいと思います、はい本日参加してくれたアーティストの皆さんに拍手を。ありがとうございます。ありがとう、忙しいのに、ダンサー諸君もありがとう、ミサちゃん振り付けありがとう、たくさんありがとう。そして今ここには見えない、たくさんのスタッフがやってくれてます、徹夜で舞台作ってくれてます、アミューズスタッフもちろんですが、各マネージャーさんたち本当にありがとう。拍手、武道館もありがとう、照明さんも音響さんもみんなありがとう、はい、そして何よりも、そして何よりも、ね、今日もやりましょう。皆さんから、本当にたくさんのお客様、毎回チケットソールドアウトにしてくれてます。お客様に拍手、ありがとうございます。さあ疲れましたが、また今年も乗り切りました。また、頑張って頑張りましょう。できることを、はい、できるだけやりましょう。やりましょう、はい、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。コウタさんどうぞ。
はい、出演者の皆さんと一緒に行きましょうか。一緒に行きましょう。はい、せーの。